Inanna or Sumerian goddesses was at once lovely and terrible, seducing many great men and killing them. Her unearthly white skin and glowing red eyes warn those who might answer her as she beckons with her right hand. イナンナ・マリア、つまりシュメールの女神。愛らしくも恐ろしい。多くの男たちを堕落させ、そして殺した。彼女のこの世のものとは思われない白い肌と燃えるような赤い目は、彼女がその人を右手で招いたとき、その人はそれをやり返すことは許されなかった。広し林、Hamamatsu City, Japan, December the 29th, 2022. イナンナ・マリアの目は燃えるような赤い目をしていたと言われています。で、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたと言われている岩窟の聖母の中の聖母マリアの目を調べてみました。するとですね、その目はですね、白っぽくは見えますけども、左右の目を比較してみるとですね、白というよりもどこか赤っぽいのがわかります。向かって左の右目ですね、瞳の左右を注意深くご覧ください。向かって右のですね、左目です。中央に瞳がありますが、その向かって右側の方がですね、赤っぽいということですね。あるいは瞳が別のところにあって、その瞳の左も赤っぽいように見えます。注意深くご覧ください。まあ、このようにですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、岩窟の聖母の目をですね、赤っぽく描いているということです。なぜでしょうか？どうしてでしょうか？そして、あのパブロ・ピカソもですね、代表作、ゲルニカの中にですね、赤い目を思わせる赤い涙を持ったイナンナ・マリアを描いていました。パブロ・ピカソ's ゲルニカ isCommonly referred to as a black and white painting. However, it is said that a red tear was actually drawn on the woman holding a baby in the lower left corner. However, that red tear was eventually erased by Pablo Picasso himself. But why? Before solving the mystery,I would like you to know these two facts here. The woman on the lower left is that she's not a mother holding a child lost on the battlefield. That she is Lamia of the lower body serpent, that is Inanna Maria. And the other is that from ancient times it has been believed thatInanna Maria's eyes were fiery burning red. In other words, the god who painted that Guernica painted the red-eyed Inanna in what she is now called Guernica by humans. But Picasso didn't understand it, or Picasso didn't know it. That's why Picasso has erased the red eye.Because Guernica was not a painting painted by Pablo Picasso himself. Because Pablo Picasso was given the picture by God to him. By the way, this website writes about the red tear in Picasso's Guernica
as follows. Picasso didn't want to distract from his message by including color, so he eventually made it all stark white, black and gray. Originally, he painted a red tear on the woman's face, but ultimately decided not to keep it. It makes sense why he did that. With no color, there's no relief from what you are seeing, and there's also no unintended or intended focal point that way either. パブロ・ピカソの描いたゲルニカは、一般には白、黒、灰色のモノクロームの絵と言われていますが、実際には左下の赤子を抱く女性には赤い涙が描かれていたと言われていますが、その赤い涙がやがてピカソ自身によって消されてしまいます。なぜでしょうか。その謎を解く前に2つの事実を皆さんに知っておいていただきたいと思います。その左下の女性は戦場で子供を失った母親ではなく、また戦場で失った子供を抱く母親ではないということです。下半身大蛇のラミア、つまりイナンナ・マリアであるということ。そしてもう一つは、古来よりイナンナ・マリアの目は燃えるような真っ赤な目をしていたということです。つまりそのゲルニカを描いた神は、ゲルニカと現在人間によって呼ばれている絵の中に赤い目のイナンナを描いたということになります。がパブロ・ピカソにはそれが理解できませんでした。イナンナが下半身大蛇のラミアであること、そしてイナンナが真っ赤な目をした女神であることを知りませんでした。だからパブロ・ピカソはその赤い目を何であるかを知らないまま消してしまったのです。なぜなら、あのゲルニカはピカソ自身が描いた絵ではなかったからです。ピカソが神から描き与えられた絵だったからです。なお、このウェブサイトはそれについて次のように書いています。つまり簡単に言えば、なぜそこに赤い目があったのか誰もわからない。そしてその次に、パブロ・ピカソがなぜその目を消してしまったのか、それも誰にもわからないとです。わかるはずもありません。わかるはずもないから、パブロ・ピカソはあの絵をゲルニカ、戦場のゲルニカとして発表してしまったわけです。そして現在そのゲルニカは反戦絵画の代表作として、人間の世界で知られているということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。これがパブロ・ピカソが描いたゲルニカと題された絵の左下に描かれている、つまりは亡くなった子供を抱き天に向かって泣き叫ぶ母親と一般には説明されている絵です。で、その女性には尻尾があります。今黄色い色をつけておきました。そして全く同じ絵をですね、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母の中に描いています。この岩窟の聖母の中央に描かれているのは下半身大蛇のラミア、すなわち、このような形でですね、ダ・ヴィンチはここに描かれているマリアは下半身大蛇のラミアであることを示しました。ラミアは人間の子供を食べていました。で、全く同じ形なんですよね。左右反転して90度傾けてみるとですね、この両者の尻尾は全く同じだということです。つまりこれらの2枚の絵はですね、人間が描いたものではないということになります。左はパブロ・ピカソですね、1937年ですね。右の方がですね、ダ・ヴィンチの描いた、つまりはラミア、すなわちマリアということになるわけです。そしてイナンナ・マリアはですね、古来より真っ赤な燃えるような目をしていたと言われています。こんな左の像も見つかっています。つまりイナンナ・マリアは
赤い目をしていたということですね。まあ、日本の国旗にも通ずる赤い目ということになります。日本は古来伊那の国、そしてその流れを汲んで、つまりは卑弥呼も伊那那であったと私林浩司は判断してますけども、そんなところから日本の国旗が決まったということになります。ともかくもですね、伊那那マリアはラム族の女神でした。エンリルの孫娘ということになるわけですね。ともかくもイナンナマリアの目は赤かったということです。こうして先ほどの下半身大蛇のイナンナと、それからマリアとつながってパブロ・ピカソの絵とつながっていきます。続く動画の中でその2つの動画をこの後につなげておきます。一つは、その絵に描かれている、まあ、つまりゲルニカの中に描かれているその左下の女性はですね、子供を失った母親ではなくて下半身大蛇の、まあ、いわゆるラミアであること。で、2つ目にイナンナマリアの目は燃えるように赤かった。この2つの動画をこの後につなげておきますから、よろしかったらご覧になってください。まあ、結論として言えることはですね、つまりはパブロ・ピカソも何も知らなかった、つまり赤い目を消したということ自体がですね、つまりはあの絵そのもの、つまりゲルニカという絵がですね、その上の神によって書き与えられた絵ということになる、その証拠ということになるということです。では続く日本の動画をご覧になってください。 Bye for now。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。
Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of a husband Zeus tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. 魔女中の魔女、それがラミアです。ゼウスのラミアとの愛引きを知ったゼウスの妻ヘラはラミアの子供たちを殺します。でその後自らは子供を食べる魔女になりました。でヘラはラミアを不眠にし、ラミアはそれに苦しみますが、ゼウスはラミアに自分の目を取り除く能力を与えました。ピカソは代表作ゲルニカの中にラミア、つまりマリアを描いていました。広志林、浜松セリージャパン。1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して一枚の絵を発表しました。それが岩窟の聖母子ルーブル版です。ラミア or Lamia in English in ancient Greek mythology was a womanwho became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus tryst with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as aBogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラはラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松セリー、ジャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダ・ヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。
ともかくも、岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のようなラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠に、マドンナの指先が、この子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母は、ラミアでした。Academy, write about Picasso's Guernica as follows. This painting is not easy to decipher. Everywhere there seems to be death and dying. As our eyes adjust to the frenetic action, figures begin to emerge. On the far left is a woman, head back,screaming in pain and grief, holding the lifeless body of a dead child. This is one of the most devastating and unforgettable images in the painting. To her right is the head and partial body of a large white bull, the only unharmed and calm figure amidst the chaos. Beneath her, a dead and wounded man with a severed arm and mutilated hand clutches a broken sword. Only his head and arms are visible. The rest of his body is obscured by the overlapping and scattered parts of other figures. In the center stands a terrified horse, mouth open,
screaming in pain, its side pierced by a spear. On the right are three more women. One rushes in, looking up at the stark light bulb at the top of the scene. Another leans out the window of a burning house, her long extended arm holding a lamp, while the third woman appears trapped in the burning building, screaming in fear and horror. All their faces are distorted in agony. Eyes are dislocated. Mouths are open. Tags are shaped like daggers. ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。
ビデオダイアリー、December the 14th, 2020, by Hiroshi Hayashi, Hamame City, Japan。 ビデオ日誌、2020年12月14日、林博士です。おはようございます。神の証明ですよね。で、その神の存在を証明する物的証拠は何かというとですね、つまりはパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。え？というふうに思われるかもしれません。あるいは中にはですね、あるいは多くの方はですね、神なんて存在しないって考えておられるわけです。と同時に、神の存在を証明する物的証拠などあるはずがないじゃないかというふうに考えておられるわけですが、神の存在を証明する物的証拠があります。それがですね、今ご覧いただいているパブロ・ピカソの書いたゲルニカということになります。一応この絵は戦場のゲルニカの惨状を描いた絵ということになっています。またそのように解釈されていますが、本当にそうでしょうかということなんですね。で、このゲルニカの左の下にはですね、尻尾を持ったラミア、下半身大蛇のラミアが描かれています。そして同じ絵をですね、ダ・ヴィンチが描いてますね。みんな岩窟の聖母ルブル版です。この中心に描かれている、この女性はですね、ラミア、下半身大蛇のラミアです。で、その両者って言いますかね、その尻尾を見比べていただきたいんですけども、左は横向き、右は縦向きに尻尾が描かれてますけども、同じ形なんですよね。はい、見比べてみてください。で、左のゲルニカにですね、このような人物が描かれている、なあ下半身大蛇のラミアが描かれていると発見したのは2012年以後の私林博士と同時に、右のですね、岩窟の聖母の中に描かれているこの女性がですね、下半身大蛇のラミアであることもことをですね、発見したのも2012年以後の私林博士です。パブロ・ピカソについて言えばですね、これがラミアであることは知る由もなかったと思います。と同時に、右のですね、この絵の中にラミアが描かれているということはですね、当時の、神と人間の間を行き来した人間、あるいは半身半人だったかもしれませんけども、その名前がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物が知る由もなかった事実ということになるわけです。がしかし、こうした事実がここで一致するわけですね。なおかつ、マリアというのはラミアのアナグラムということになるわけです。あるいはラミアがマリアのアナグラムであったかもしれません。 L と R の違いは音の違いということだけですよね。大きな問題ではないということです。これはイタリアの研究者の方にそのような証言をいただいています。ともかくも、マリアイコールラミアがこうして描かれているということですね。で、ダ・ヴィンチなる人物が描いたと言われている絵はですね、それは1500年の、いわゆる紀元後1500年前後のですね、カイン・キリストの描いた絵ということになるわけです。その証明もきちんとしてきました。となると、それから約400年後ですね、1937年にパブロ・ピカソは左のゲルニカを描くわけですけども、同じ画家がですね、このように存在したということになるわけです。じゃあ、その画家は誰かと言いますと、カイン・キリストということになるわけです。で、もう一度このパブロ・ピカソの描いたゲルニカを見てください。今度はこの中央の人物に注意してください。馬に、なってますかね、上から押さえつけられて仰向けに倒れている人物が描かれています。この構図といいますか、同じ人物をやはりダ・ヴィンチがですね、ゲルニカの、ゲルニカじゃません、上のですね、アンゲルの戦いの中に描いています。下はゲルニカです。上はアンゲルの戦いです。ここでも上でもですね、アンゲルの戦いの中でも馬に踏みつけられて頭から血を流している人物が描かれています。ではこの人物は誰かと言いますと、向かって左側の手の甲に聖痕があります。で、下のパブロ・ピカソのこの人物にもですね、左手の手のひらの中に五芒星が描かれています。つまりこのような形でパブロ・ピカソはですね、ゲルニカの中に、その人物を描き、そして左手ですよね、手のひら上に向けてますけども、向かって左側の手のひらにはですね、
五芒星が描かれています。つまりこれが星雲だというわけです。構図が全く同じです。つまりここに描かれているのはですね、十字架にかけられて処刑された、つまり貝玉の人物ということになるわけです。本物のシャマーイエスはですね、それ以前に殺されています。今星雲を皆さんに比較していただいています。アンギャの上が、右上がですね、アンギャの戦いの人物の手に書かれている星雲です。これは森本聡さんという方が発見してくださいました。そして右下はですね、パブロ・ピカソの手のひらに書かれている星雲ということになります。そしてもう一人、右の人物に注意してください。右の下の人物ですね、これはパブロ・ピカソのゲルニカの中に書かれた右下の人物ということになります。そして上がですね、一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた、一応セントジェロームの絵ということになっている絵です。これはセントジェロームではありません。神、カイン・キリストということになります。で、このポーズが全く同じなんですね。注意深くご覧ください。同じなんですね。一見上の人物の右足がですね、立っているように見えますけども、右足は後方にずっと流れています。今白で示しました。全く同じ人物をですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描いているということです。こうしてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵がつながるということですね。薄い髪の毛、それから手にはですね、両方とも石を持っています。あのゲルニカの方はですね、写本によっては描いてないのもありますけども、注意深くご覧ください。5本指は別に描いてあります。なあ、石で一致するわけです。こうした事実もですね、2012年以後の私林氏が全て発見したことです。なあ、ダ・ヴィンチもそんな説明はしてませんし、パブロ・ピカソもそんなこと知る由もなかったと思います。こうして上の絵とですね、下の絵がつながったということです。そしてダ・ヴィンチの絵というのはですね、まさにメッセージ、神々から、いわゆるカイン・キリストからのメッセージということになります。そして同じ構図の絵をですね、実はパブロ・ピカソが1937年に描いていたということです。もちろんパブロ・ピカソはこの絵がですね、何の絵であるかわからないまま世に発表してしまったということになります。神はですね、いちいちこれは 何なんだよという説明はしないわけです。はい、まあ、それについてはまた別のところで論じましたので、まあ、今日は先へ進みますけども、要するに、まあ、このようにこの3箇所を取っただけでもですね、上がレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ということになっています。下もパブロ・ピカソが描いた絵ということになっています。こうして絵画が一致しているということですね。ということは、1937年ですね、下の絵が描かれたのが、今から今約80年前ですよ。80年前にこの絵をですね、カイン・キリストは、まあ、人間パブロ・ピカソに描き与えたか、描き方を教えたか、あるいは構造を教えたか、それはいろいろに考えられますけども、要するに、まあ、パブロ・ピカソはこの絵について言えばですね、ただの操り人形であったに過ぎないということになるわけです。で、左がですね、私が以前はマルトックと判断してましたけど、この人物こそがですね、カイン・キリストです。アダムの息子のカインです。このカインはですね、弟のアベルを殺したがゆえにですね、深い悔恨の念と言いますかね、罪を犯し、それゆえに懺悔に懺悔を重ね、自分の胸に石を当てて苦しみ悩み、そしてそれを乗り越えたと言いますかね、それを神に認められたと言いますか、アダムの息子ではあったんですけども、神の地位を与えられたということになります。そして人間の救済者となったわけですね。つまりそれだけ深い罪を乗り越えたって言いますかね、負ったがゆえに、このカイン・キリストはですね、人間私たち一人一人の奥深いところにある罪というものがどういうものであるかということを理解できる神になった、つまり懐が底なしに深い神になったということになるわけです。すなわち救世主としてふさわしい神になったということになります。まあ、カインイコールキリスト、キリストイコールカインということになるわけです。それを表したのがカシノの戦いですね。何度も言いましたけども、775027はキリストは聖書でいうところのカインと、まあ、解読しました。つまりこの人物こそがですね、救世主ということになるわけです。もう一人その上位にマルトックという神がいます。そのマルトックは、まあ、殺された延期エアプロメテウスの直系の息子となるわけです。そしてその直系の息子がですね、まあ、ある意味で二人三脚、イエスの立場を現在守っているということになります。最後にもう一度復習しておいてください。左がパブロ・ピカソの描いた
その人物の尻尾です。そして右がですね、ダヴィンチなる画家が開拓される岩窟の聖母の中に描かれている下半身大蛇の、まあ、女性ですよね、の尻尾と比較してみてください。形が全く同じなんですね。どうしてこんなことができたかというと、作家が一人であったということになるわけです。なあしこれらの絵を描いたのはこれらの画家たちをですね指揮指導し、あるいは、まあ、教えた、与えた、もう一人の神、すなわち、カイン・キリストということになるわけです。つまり、このような形で、カイン・キリストは、今から500年前のルネサンスの時代にも存在したし、それから今から80年前の、まあ、このルネサンス、まあ、パブロ・ピカソの時代に存在したということになるわけです。80年です。遠い昔のように考える人がいらっしゃるかもしれませんけれども、80年ですからね。私が生まれる7年前ですからね。はい。ということで、まあ、神の証明をこのような形でしてみました。皆さん、カイン・キリスト、救世主カインは、今の今もこの地球上に存在するということです。これが神の証明ということになります。お疑いの方は、何度もこの動画を見て、ご自身で判断してください。バイ。According to a legend in Mesopotamia, Inanna's eyes were flaming red. Mystery of Himiko, Japanese queen. Who was she and where was she from?
If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. Keep on sowing your seed, for you never know which will grow. Perhaps it's all will. Then Albert Einstein also wrote, A person who never made a mistake, never tried anything new. アインシュタインはこう書き残しています。完璧になるまで待っていてはいけない。もしそうなら何も成し得ないであろう。種はどんどんまけ。どれが育つかわからない。あるいはすべてが育つだろうと。だからアインシュタインはこうも書き残しています。失敗をしたことのない人というのは何も新しいことをしようとしたことのない人だと。今日は神々の目の色をテーマにこのアインシュタインの言葉を考えてみたいと思います。神々の目の色です。が、こと古代文明の謎を解くにあたって色ほど難しいテーマはありません。資料も少なく長い年月の間に色そのものが退化してしまっていることが多いからです。実際、私が知る限り色、特に目の色についての研究をした研究者はいません。目の色です。私は目の色を調べ、そしてそれを分類することができれば、神々、つまり私たちが神々と呼ぶエイリアンの秘密に迫ることができると考えています。古代の神々はどんな目の色をしていたか、今日はその目の色についての謎解きに挑戦してみます。古代の神々はどんな目の色をしていたかと、何しろ資料が少ないので、アインシュタインが言うところのミステイクを犯すことになるかもしれませんが、そこはお許しください。ああ、そんな風に考えることもできるのか、という程度に、この動画を楽しんでいただければ、それで嬉しいです。広し林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんを、敦煌の莫高窟へ案内いたします。ここが敦煌の莫高窟です。この敦煌の莫高窟には、弥勒菩薩像があります。あるいは、大日如来像かもしれません。頭に太陽の紋章をつけています。で、以前からですね、実はですね、神々の目の色について調べてきました。が、どうも、うまくと言いますか、まとまらないんですね。で、左が、まあ、弥勒菩薩像。右がミトラ像ということになります。で、この弥勒菩薩像はですね、金髪で、そして白い肌、そして目は多分青いのではないかと思っています。それはチベットに残る大日如来像と比較してみて、そう思うようになりました。で、今日改めてその謎解きに挑戦してみることにしたわけですけども、まず赤い目。これはイナナ・イシュタールですね。月の神です。で、頭にこう月の、なんて言いますか、肩、月の、まあ、冠をね、被っていると、ところからそれがわかります。まあ、北条の神とも呼ばれてますけども、このように、まあ、月を模した、冠のようなものを被っているということですね。で、イナナ・イシュタールということはわかっています。で、同じ、その、なんて言いますか、冠を被った像が、中央の像ですけども、この像の目に注目してみてください。赤い目をしていますね。なあち、イナンナ・イシュタール、あるいはイシュタール・イナンナはですね、赤い目を持っていました。それについてですね、文献によれば、彼女のこの世のものとは生まれない白い肌と、燃えるような赤い目、燃えるような赤い目というふうに書いてあります。すなわち、イナンナ・イシュタールは、燃えるような赤い目を持っていたというわけです。すなわち、イナンナは、すなわち、ラム族ですね。俗に言うレプタリアン族ですけども、イナンナ・イシュタールは、赤い目を持っていたってことは分かっています。で、今度は青い目について調べています。この青い目についてのヒントになったのがこのゲームブックです。大英博物館で発行されているこのゲームブックですけども、ウルのプアビの墓から同時に見つかったゲームボードということになっています。しかしこれはゲームボードではありません。神々のカレンダーです。その証明は別のところでしましたから今日はまあ、割愛させていただきますけども、このゲームボードなるものの表面ではですね、5種類の絵が描かれています。で、この5種類の絵は何かということなんですけども、一番上のですね、左が、これがイシュタール、イナンナ・イシュタールの紋章です。これが、この謎解きの
謎を解く、まあ、きっかけといいますか、ヒントになりました。そして、この数を数えてみますと、8、20、5、もしくは50ですね。12、そして40。まあ、20まで囲んであるのは、私は10と数えました。そしてその数がですね、古代バビロニアの神々の、非数字といいますかね、神聖数と一致します。アノーが60、エンリルが50、そしてエンキが40というふうになっていくわけです。右の方のイナンナが、イシタールが55、そしてシャーマシが20、そしてニフルサグが12となっています。こうして数字がぴたりと一致するわけですね。すなわち、40は延期ということになります。ここが重要です。皆さん注目をご覧ください。40が延期ということになります。そして50がエンディルということになるわけですね。それで、この40の、まあ、ここ、今日はですね、この40の延期というところに注意して、そして、その、ウルの、まあ、プアビの墓から発掘された、このゲームボードをもう一度見ていただきたいと思います。これがその40の、まあ、表す目、4つの目ですね。そしてそれが遠近を表す。そしてその目は青ですね。綺麗なブルーです。ということは遠近は青い目をしていたと私は判断しました。ここで青い目が登場します。遠近は青い目をしていたということになるわけですね。サーペント族です。そこで今度はチベットの太陽の神、いわゆる大日如来ですよね。を見てみます。サンゴードです。で、このサンゴードで注意していただきたいのはですね、目がですね、まあ、半下と言いますか、やや垂れてますね、中央でね、上の上まぶたが垂れています。他のチベットの像もそうなってますし、ガンダーラの、まあ、いわゆる、ホーリーセントですね、弥勒菩薩像もそうなっています。中部角、この赤い丸のところをご覧ください。上まぶたが、まあ、中央でですね、やや垂れ下がっていますね。こうしたコンセプトが共通しているということです。チベットとガンダーラですよ。そして、奈良法隆寺の隣にあります中宮寺の半跏思像、弥勒菩薩半跏思像ですね。この像もやはり目が中央でやや垂れ下がっています。注目をご覧ください。こうして、まあ、一連の、まあ、共通点を持って繋がっているということです。となりますと、青い目をしている。すなわち、ガンダーラの弥勒菩薩像も中宮寺の半跏思像も青い目を持っているというふうに考えるのはごく自然なことではないでしょうか。そして、左が、敦煌の、莫高窟の、いわゆるまあ、私はこれ、大日如来、頭にね、太陽の紋章をつけてますからね、あるいは、ミトラカ自身だったかもしれません。すなわち、青い目という言葉が浮かんできますがですね、もう一種類、実は色があるんですね。今まで私はですね、青い目というふうに一つにまとめていましたけども、どうもそう考えるのは間違いではないかというふうに考えるようになっています。まず、カナダ、アラスカのですね、トゥリンギット、発音記号を見ますと、トゥリンキットになってますけど、トゥリンキット族ですね。そして左がアイヌ、右がアステカです。これは三者は密接に繋がっています。まあ、今日はそれはともかくとして、この、まあ、いわゆるまあ、左下がですね、これは三星体の遺跡のアーティファクトです。そして一番右の下がですね、これがインカのアーティファクトです。そして中央の、まあ、頭の大きい人が、これがアステカの、まあ、アーティファクトですね。そして共通しているところはですね、みんなコバルトブルーのですね、まあ目を持っているということですね。そして目を比較してみてください。つり上がった目で、そして色はコバルト色です。これは青とも違いますよね。ですからまあ、今日はこれをまあ、青とは分けて考えることにしました。まあ、初めの一歩ですね。まあ、今後どういうふうに展開していくかわかりませんけども、まあ、少ない資料でこうして目の色をまあ、検証しています。そこでコバルト、ブルーですね。コバルトアイについて調べています。これがインカの、まあ、アーティファクトですね。今日は目に注目してください。そして右が三星体のアーティファクトです。目が釣り上がって、やっぱりこのコバルト色をしているわけですね。コバルトブルーは大きな耳。こうしたところで、まあ、共通性があるということですね。となると、これは偶然の位置とはちょっと考えられないんですね。やはり、古代の人たちはですね、懸命に見たものを、残そうとしたわけです。で、もう一度これ、トゥリンキット族の、まあ、遠投印象ですけども、下のところに、このようなエイリアンが刻んであります。これはマタベイさんという方がですね、探して届けてくださいました。そして、このアステカの、まあ、アーティファクト。もうみんなこうなってますからね、目が同じコンセプトで作られ、そして中にそうしたそのコバルト色の目の、まあ、アーティファクトがあるということです。すなわち、この釣り上がった目の、まあ、神々、すなわち、まあ、神々と呼ぶエイリアンの目はですね、
コバルト色というふうに考えられるわけですね。ですから赤、青と続いてもう一色コバルト色がこうして生まれてきた、まあ出てきたということになります。で、この目の釣り上がった、この、まあ、エイリアン、まあ、まさにエイリアンですよね。これはコバルト色の目をしていたと。まあ、そのように考えることは、ごく自然なことではないでしょうか。なあち、ここまでで3種類の目が出揃ったことになります。赤、青、そして、コバルト色です。で、莫高窟に戻ってみます。そこで莫高窟っていうのはですね、私がいろいろ調べた範囲の中では、古代の色が、まあ、残っている数少ない遺跡の一つと考えています。そこでまず4色に分けていまして、そして、まあ、莫高窟の像の絵を拾ってみました。で、やはり目がよく見ると黒いんですね。どれも。で、赤や青や緑があるかなと思って、ややこう青っぽいかなっていうのもあるんですけどもね。まあ、まあ、これなんかも、拡大して見てみましたけども、黒い目なんですね。ということは、敦煌の莫高窟の像はですね、絵で表現されている範囲の中では、みんな目が黒いということですよね。しかし、まあ、黒いから即神々が黒いとも言えないんですよね。後に黒く塗りつぶしたということも可能性として考えられるわけです。そこで最初の弥勒菩薩像に戻っていますが、それを拡大してみますと、こういう目をしているんですね。皆さん、白じゃないんですね。そして瞳は黒いような青いような青みがかかったような色をしている。ここに注意してください。すなわちここで4色目の色が登場しました。で、ちょっと話をそれますけども、まあ以前ですね、ヘルメットの色について調べたことがあります。これは高野山金剛峰寺にあります大日如来像です。この頭を見ていただきたいんですけども、このヘルメットには薄く色が残ってますね。まあ、ブルー、青いですね。綺麗なブルーの色が残っています。平安初期に作られたものだそうですけども、こうした仏像っていうのは、過去にあるものを正確に踏襲しながら作るという習わしになっていますから、色についてはかなり、まあ、信憑性が高いというふうに私は考えています。まあ、この大日如来の頭の部分を見てください。そしてそのヘルメットのようなものはですね、ウルで発掘されたこの像のヘルメットと酷似しています。なあち、私は同じと考えます。で、これはシュメール紀元前1800年頃ですよね。かなりの時間の流れの幅はありますけども、同じようなコンセプトで作られているというのに注意してください。そして、前後しますけども、縄文道具のヘルメットもこのようになっています。これは高院東京さんが当初私に教えてくださったものです。同じようなコンセプト、すなわち、三者のヘルメットは同じです。すなわち、まあ、この真ん中のですね、大日如来像を基本に考えるならば、縄文道具も、そして、ウルで見つかったシュメールの、この像のヘルメットも、綺麗なブルーではなかったかというふうに、まあ、類推されるわけですよね。となりますと、このイシュタール・イナンナ像ですね、これはウルクにこの同じのものが残ってますけども、壁画にね、やはりこのヘルメットも青ではなかったかというふうに考えられます。まあ、イナンナ、イシュタールは、ブルーが好きだったようですね。まあ、この好きだったようにですということでね、マリンブルーという言葉もそこから生まれてきたわけです。イシュタールのヘブライ名はマリ、あるいはマリアです。エジプト名はマリですけどもね、あるいはラテン名もマリア、マリです。まあ、ともかくも、マリンブルーという言葉はそういうところから生まれてきてるわけですよね。まあ、ともかくもこれらは皆同じようなブルーではなかったかというふうに、まあ、こういうふうに形でですね、まあ、一つの色を手がかりにして、まあ、後の色を、まあ、探し出していくと言いますかね、検証していくということになります。まあ、資料が少ないと言いますかね、色は、まあ、残らないということなんですよね。で、まあ、完璧にね、まあ、アインシュタインが言うように、資料が揃うまで待っていても、これはまあ、考古学の世界では、ないものはないわけですからね。ですから、まあ、種は巻き続けろと、アインシュタインはそういうふうに言っていますので、私もここで種を巻き続けます。すなわち、中央の大日如来のヘルメットを、まあ、原点にして考えますと、縄文のヘルメットも、そして、ウルの神のヘルメットもブルーであったと。まあ、そういうふうに考えるわけです。これは余談ですけども。で、結論ということになりますが、今日は目の色について調べてみました。これが、イナンナ・イシュタールです。で、赤い目をしていたということですね。燃えるような、炎のような赤い目だった。そして、延期の目は、この、ウルで発掘されたゲームボードと言われているものの、目の色でブルーだとわかりました。
そして、まあ、これグレータイプと言っていいのかどうかわかりませんけども、このようなコバルト色、あるいはコバルトブルーの美しい色の目もあったということですね。で、これはラム族、すなわち俗に言うレプタリアン族ですけども、このレプタリアン族は皆赤い目を持っていたというふうに私は考えています。これはそのね、一番右の像を限定にして考えて、レプタリアン像は赤い目を持っていたというふうに、まあ、類推解釈していくわけです。で、これはサーペント族ですね。あの、延期一派ですね。それに、まあ、その説明も別のところでしましたから今日はごめんなさいね。それで中央にいるのが延期で、その延期をギリシャ神話ではプロメテウスと言います。そして青い目をしていた。そしてもう一人。まあ、ここでグレーと書いてありますけど、グレーというのは正しくないかもしれません。アステカです。そして三星体のアーティファクト。そしてインカの像と、みんな綺麗なコバルト色のブルーをしています。ということになりますと、やはり、まあ、今のところですね、神々の目の色は三色ということになるわけです。が、ここでもう一種類出てきたというわけです。この、頓光伐光窟の、大日如来と言っていいのか、あるいは弥勒菩薩像と言って良いのかわかりませんけども、この像の目の色を見てください。そして右がチベットの、大日如来像の目です。この赤に注意してください。赤いですね。で、まあ、両端が赤いと。この両端目が赤いのは、まあ、別の表現をしているのかもしれませんけども、ともかくもこうした共通点が見られるということですよね。ですから、左のバコークスの目の、まあ、目はですね、赤目っていうことになるわけですね。まあ、どのように解釈したらよろしいのでしょうか。ともかくも新しい4番目の目の色が出てきたということです。で、これが、ひょっとしたら、弥勒菩薩像、すなわち、大日如来像の目の色ということになるのではないでしょうか。まあ今日新しく言ってますか、種をまきましたので、まあこの種がどのように、まあ今後ですね、なっていくかは、まああとはペンディングということにさせてください。Bye for now.